She's the お疲れ様です。学習支援生バーグリーン代表のご立季松本力也でございます。本日もよろしくお願いします。今回もですね、YouTube の動画にコメントをいただいたので、そちらのコメントに回答していきたいと思います。テーマとしては、ワーキングメモリーは鍛えられるのかどうかっていうことですね。ご相談、いただいたコメントを読みたいと思います。投稿にコメントしたことあるのですが、反応がなかったので、質問します。すいませんでした。なかなか反応できなくて。私は軽度知的障害を 持っております現在定時制で学校を通っており健常者の 生徒の皆さんと勉強してますそういう方は自分に合った勉強法を探すと良いと言われてますが自分に合うう勉強法はどうやって見つければ良いのですかよくワーキングメモリーを鍛えるなどとも発達のことでネットとかで書いてありましたが長期記憶が苦手な知的障害の人でもワーキングメモリーなどを鍛えることはできるのですかまた勉強の内容など長期的に暗記するためにはどういう工夫をしていけばいいのでしょうか長文失礼しますということでした。 ありりがととうございいいいままししたた私なりに回答していきたいと思いますワーキングメモリーを鍛えるっていうことについては基本的に脳機能を鍛えることはできないと考えてもらっていいと思いますワーキングメモリーや記憶力が鍛えることで上がるっていうことは私の知る限りでは科学的には証明されていません脳トレの N バック課題を継続することで N バック課題のスキルは上がりますがそれが必ずしも 日常の記憶力に影響したりはしません。ただ、N バック課題がもし楽しく取り組めるんだったらやってもいいんじゃないかなと思います。ただ、科学的根拠はないってことです。ここからが大事なところなんですけど、知能や認知機能については、その能力自体を上げるのではなくて、その不足を補うスキルを身につけるっていうのが基本的な対策です。記憶力であれば、記憶するための自分に合った方略を 身につけます。音楽に合わせるとか、体を動かすとか、物語にするとか、忘れる前に思い出すとか、そういったことになりますよね。ただ、まず必要なのは、できるだけ記憶に頼らなくていいように、作業手順を 工夫すすることです私からこのぐらいになりますね。なので、ケースバイケースで作業手順を工夫してってことですよね。記憶に頼らなくてもいいような方法を編み出すと言いますかね。本当生き抜く力になってきますよね、このあたりはね。今日はワーキングメモリーを鍛えることはできるんですかっていう YouTube のコメントに回答しました。ちょっと余談なんですけど、今チャンネル登録してくださってる方が2700人ぐらいいらっしゃるのかなと思うんですけども、まだ100人にも満たない 買った頃なんですけど私の YouTube の動画に初めてコメントが頂い,いた時のコメントがですね顔が怖すぎて話が入ってきませんみたいなコメントを確かいただいたと思うんですよねまあそんな時もあったんですけど今となってはこうやっていろいろと前向きなご相談をしてくださる方もたくさんいたりいろいろご意見くださる方もたくさんいらっしゃるのでとってもありがたいなと思ってます本当にありがとうございますまた明日からも ので今後ともよろしくお願いしますセバーグリーンのコリッキー松本力也でした最後までご視聴いただきありがとうございます動画をちょっとでもいいなって思ってくださったらぜひチャンネル登録をお願いしますこれからも皆さんのお役に立てるように動画配信を頑張っていきますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました